どうも、ウィリアム・テンプソンです。今回はですね、こちらのジョージ・クレバリーをね、見開いていこうと思うんですけれども、ちょっとね、見て、油人みたいなのついちゃってさ、見えます？なんかほら、黒いボツボツがほら、でうわやべえと思って急いで、磨こうと思います。まあ急いで磨いたところでって話なんですけど、なんかね、この前 AMG さんと話しててジョージ・クレバリーいいよって話になったんですよ。でさ、とか言いつつ私も最近履いてなかったから、そうだ、履いてみようかなって久々にって思って引っ張り出してきたんですけど、そしたらね、油染みに見舞われることになってしまったという、ちょっと最悪なんですけど、マジでもう全てどうでもよくなったからね、早く磨きてえっていうことしか頭になくなっちゃって、ただ磨いても取れるかなーっていう、ちょっとこれも油染みか、ここの黒いのこれ取れんかな。リグロインで取れなければもうかなり厳しいんですけど、リグロイン以上やるとするともう相当、あ、ここにもついてんな、相当ね、もうあれやってこれやってみたいになっちゃうから、もう5時間動画とかになるぞ、冗談抜きで。でさ、さっきさ、ハリーポッターかなんかの、リアルな人形がね、インスタで紹介されてたんですよ。で、すげえリアルなの。マジかよって思って、すげえなーって思って見てたんだけどさ、なんか、他にもこういうのってあんのかなって思って、興味本位で、調べてたんですよ、いろいろ。でさ、ああいうのってほら、シリコン製じゃん？だから、なんとなくは知ってたんですけど、リアルな人形があるってこと程度は。どんなのがあるんだろうと思って見たらさ、なんかリボンドールっていうの、すげえリアルな赤ちゃんの人形があってさ、何これってぐらいリアルで、でいろいろ見てたんですけど、すっごい本物なのよ、もう本物なの、やーばーって思って、こんなすげえリアルなやつは、これどうすんのこれって思って、処分できなくねっていう、そこが怖えよっていうさ。で、なんかいろんなさ、ヤフー知恵袋とかも出てきて、見てたらさ、この前、トイレ行ったら、おむつ替えをしてるお母さんみたいなのがいましたと。よく見てみると、赤ちゃんが人形でした。ええー、と思って。人形のおむつ替えて、そのままベビーカー乗せて出てったんですって。で、うわ、マジかと思ってさ。たまになんかちょっと不思議な人いるじゃないですか。おむつ替えまでするんだっていうね。おむつ変えるの？いや、履かせたとしてもだわ。まあ、どうせ服とかは着せるじゃないですか。で、その感覚でさ、おむつも履かせると。まだわかるわ、それは。おむつ変える出先で。でさ、どういう人が買うのかなって、まあ、なんとなく予想はしてたけど、どういう人が買うのかっていうさ、質問があったから見てみたらさ、まあそういうね、子供を亡くしてしまった方とかが、ちょっとこういろいろね、心の状態が良くなるまではそれを子供として扱うと、まあ死産とか流産とかさ、まあ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 、まあそうだよなと思いつつ、
でも全然そういう感じのじゃない人だっているわけじゃないですか。そういうのはね、統合失調症とかやっぱりなんかしらね、こう精神的にある人がそういうのやっててさ、やっててさっていうかやってるみたいで、でいないじゃないですか周りにそういう人。で普通だったらさ、まあ趣味でね、なんかそういうのを集めてますみたいな人だったら、まあまあまあ普通だったらこっそり家でなんか子育てごっこみたいなのしてるかもしんないけど、外には出さないと思うんですよ。したらさ、他の質問があって、友人がうちに遊びに来るといつもリボンドールを持ってきて見せてくると、でいい加減やめてくれって言ったら、家族なんだからいいじゃんみたいな、なんか当然のように言うんですって。あーと思って、ちょっとそうねえあと他にもね、なんだっけな、なんかマンションかなんか住んでて、いつもね子供、その人が1歳くらいの子供がいるんですって。だからベビーカー連れてるマンションの人、マンションの同じ住んでる人がいたから挨拶したら、よく見たらなんかフランス人形みたいなのがベビーカーに乗ってたんだって。で当然のように、まあ赤ちゃんとして接してるんですって、その人たちが。でギョッとしたと。で知らんぷりはしたんですけど、どう接していいか分かんないと今後ね。まあそうなるよねっていうでその後旦那さんがベビーカーを洗ってたんだって。そのどうしたんですかって聞いたら、いやー子供がミルク吐いちゃってさーって洗ってたんですって。どうしていいんだろうっていうね、その人がああっていうね、なかなかハードですよね。私もそういう経験がないからさ、確かにそのそういう場面に居合わせたらマジでどうしていいかわかんない。犬をベビーカーに入れて散歩してるおばあさんとか見てもギョッとするのにさ、ベビーカーなのあれ、なんていうのあれ、あ、なんなの一体あれさ、散歩じゃねえじゃん、それおばあさんの散歩だよねっていうそれともまあ老犬とかさ、足が悪い犬とかであんまり散歩ができないとかだったらわかんないけど、なんかそうでもなさそうな人が結構いるんだよね。まあそもそもね、おばあさんがさ、マジなおばあさんね、まあ、マジなおばあさんがベビーカー引いてることがちょっと、まあ、若干不自然じゃないですか。まあ、孫とかをねベビーカーでって言ったらわかるんだけど、見るとさ、やっぱ犬なんだよね。あれも私ちょっとギョッとするんですけど、ギョッとまではもうしない。最初見た時はギョッとしたよ。赤ちゃん連れてるって思って見たらさ、モフモフの子犬みたいなのがギョロギョロこっち見てんからさ、うわマジかよと思って、犬ベビーカー入れてはベビーカーじゃないと思うんだけどマジかと思ってびっくりしたけどね。いやあれはね本当驚いたよ。だけどそれが子供の人形を連れて歩いてたらだいぶびっくりするかなびっくりどころの騒ぎじゃない。なんかもう知り合い全員に報告するわ、とりあえず。やばい、人形は人形抱っこしておむつ替えてる人がいたっていうわ。ただね、別に害を与えてるわけじゃないからさ、あれだけど、見てて不快とかでもないじゃないですか、別に。その露出してるとかじゃないじゃないですか。だからまあいいんですけど、でもなんかね、やっぱ子育てしてる人からするとそういう人がね
おむつを買い占めちゃうんですって。なんだかよくわかんないけど、だせめて使い回しくらいにしてほしいと。でもさ、もうそこまでやってる人だったらさ、もう我が子なわけじゃないですか。使い回すわけがないよね。そうなったら。だいぶ消えてきました。消えてきたけど、動画的にはなんか逆に目立つようになってきたな。さっきの方がなかったように見える。でもほんと消えてきたな。アセトンの方がいいんだな。アセトンの方がいいんだなとか言って、ニグロイも変わるかな、なんか。いや、アセトンって結局さ、あ、リグロインやるとなんかほら、油染みあったところが染み出てきた。ね？リグロインは油にちゃんとこう反応するけど、アセトンは消してくれんだよな、染み自体。なんだろうこれ、よくわかんねえな。でもなんか、すごい大きくなっちゃった。大きいっていうか、派手になっちゃった。草間弥生みたいになっちゃった。気持ち悪いんですけど、なんか。ハスの、ハスコラだっけ？あれみたいな。やっぱアセトンか？そうね、そういうのもあるんだなーって思ってさ、しみじみ見ちゃったわ、いろいろ。いろいろ調べてみちゃった。それがさ、結構安いんすよ。オーダーメイドみたいなのもあるみたいでね。それはいくらかわかんないけど。なんか、意外とね、50センチの人形とかで、いくらっけな。なんか、1万円以下くらいで買える。超安いじゃん、そんなの。そしたらなんか、買えなくはな、買えなくはねえっていうか、全然買えるよね。等身大の人形ってさ、ぬいぐるみだって1万円じゃ買えない時あるよね。福助人形なんかお前1万5千円、でもこれでっけえやつも1万5千円だからな。これどういうことなんだ。そういうなんだか値段設定がよくわかんねえ人形がちょいちょいある。だからわしは人形の価値がね全然わかんない。福助人形はよかったけど、昔はでもな、子供の時はぬいぐるみ集めまくったからな。もう大量に集めてよ、ほんとに。やべえ、これアセトンなくなんぞ、これ。アセトン2つなくなることってあんまないよね。これ2本目なんですよ。2つなくなってるよ、これ。これなくなったら、いやこっちひどいな。でもなんかほら、だいぶアセトンやったらこう消えるんすよ。まだちょっと残ってんけど。これさ、染料でどうにかなんねえかな。なんかでもわかんないけど、デリケートクリーム入れたら元に戻るとかありそうなんだよね。それが嫌でさ、今ちょっと、結構丁寧にやってんだけど。いやー、どうしようかな。あ、でもなんか本当になくなっちゃったわ。マジで消えた。ちょっとここ残ってんな。やっぱね、アセトンってね、綺麗に色を落とす方法がアセトンって あるんですよ。今さ、こうやってずっとやったけど、こういうやり方すると白くなっちゃう。だからね、脱色するときとかはね、このやり方がいいよ。ほら、カッサカサに見えんでしょ。なんでかよくわかんないけど。ね？いやー、油染み嫌だなー、でも。あ、でもだいぶ綺麗になったなー。ほんともうただの、ちょっと一部濃いみたいな。ほら、濃くなっちゃうときあるんじゃないですか。あんな感じになってる、もうすでに。ただこれさ、このトントンやってもさ、別にごまかしなだけでさ、後で油塗んと元に戻っちゃうから意味ないんだよね。だ脱色できたって思っても、これで。
全然できてなかったりするからね。ちょっとさ、よくわかんないけど、別に油分型でもないんですけど、この靴。むしろちょうどいい。あ、ちょっとここ残ってんね。見えます？ここ。ほら。これさ、脱脂してみようかな。全体。全体脱脂して。やべ、痛い。すげえ痛い。痛すぎる。なんかさ、さっきさ、イーゼル絵描く屋さんじゃないですか。あんなのさ、油絵始めた当初買って、一切使ってないんですけど、あれがね、なんかその辺に落ちてたんですよ。アセトン引っ張り出すときに。で、なんだこれと思って。三脚かって思ったら、イーゼルかって思って、懐かしいな、俺買ったわって思ってさ。しまおうとしたら、ここをさ、ちょっと、すりむいちゃって、ほら。で、あ、痛えとも言ってたんだけど、こんなに響くとは思わなかったよ。すげえ痛えよ、本当に。すんごい染みた、さっき。でもさ、アセトンってさ、ちょいちょい言ってるけど、あれなんだよね。人体から分泌されてるっていうか、代謝されて、なんだっけな、アセトアミノ片じゃなくて、だからそれ系なんですよ、でも。常にね、分泌されてて、で、代謝がすごく上手なんだって。もう慣れきっちゃってて。だから、害がね、ないらしい。蓄積することがほぼない。アセトン。トルエンはやばい。トルエンはやばいけど、アセトンも、だからね、昔の塗料はトルエンだったけど、最近の塗料は、ほぼほぼアセトンになってるよね。なんかいかにもやばそうな感じするじゃないですか、アセトンって。全然平気らしい、噂によると。とりあえずよくわかんねえけど全体脱脂してます。まあこの靴さ、私2足持ってて、全く同じやつを。あ、でもね、ラストがちょっと違うね。これ318か。で、わしが、もう一足持ってんのは、337ラスト。まあ、これ、クロケット製だからさ。クロケット製なんで、ラストは、まあ、パリラストですね。うん、今、ちょっとあえて擦ってみたんですけど、まあ、ちょっとあるけど、そんなに気になる程度じゃないかな、もう。そんなに別に、むしろちょっと真っ赤すぎたような気もしてたんで、なんかこのくらいにしておきましょうか。でさ、一つね、いやこれ結局赤塗りたいんですよ。すっからかんなんですよ。すっから母さんなんで、どうしようっていうで、他にさ色がないんですよね、特に赤が。だからさ、赤買ってこなきゃって感じなんですけど、どうしよう。赤ないよね。赤いスピラン持ってなかったっけな。こんなすぐなくなることなくね。買ったんだよこの前、絶対。あん時にさ、絶対あるはずなんだけど、どこ行っちゃったの。いった、それともこんな大量に使ったか。そもそもプロダイがね、プロダイの赤って買わなかったっけな。ちょっとそこも疑問。あ、なんかいっぱい寝る布がある。なんだこれ。使い古しの寝る布が。これ、いいや、これでいいや。いや、これ足んねえよな、絶対。むしろやんない方がいい説あんだよな。なんかさ、中途半端にやっちゃってさ、例えば、はい、もう終わっちゃいましたって言ったらさ、こっちは赤いのに、こっちはなんかバーミリオンっていう。
まあ、どっちも赤っぽいけどさ、その差でかいじゃないですか。どうしようかな。まあ、一足分っていうか一周分くらいは足りると踏んで今やってるんですけど、マジで一回分くらいしか濡れないような気がする。一周分っていうの。紐これあれなんだ。カナゼルゴールドじゃなくてシルバーつけてるんだな。一時期わしがゴールドが欠品してた時代に作ったやつ。やばいぞこれ本当に。ペチョンって言った今。もう全くない時だ。なんかあれだわ、シャンプー買い忘れてずっとなくなってん時に無理やり出してる時みたいな感じだわ今。あーやばいやばいやばい、出しすぎて。こっちメインだな。まあスピランもさ、アルコール染料だからさ、多少のね色落としには効果あるんですよ。裏になったとことかね、上からスピラン塗っちゃえばね、意外と色がつくっていう顔料的なね役割も果たしてくれるし、そのムラを消してくれるっていうこともできる。まあミラーフィニッシャーじゃなくてワックス、これだね、リキッドワックスみたいな感じ。リキッドワックスみたいな感じって言われても、リキッドワックスがそんなに浸透してねえからよくわかんねえ。普通もう一周しとく、もう一回塗っとこう。多分ね、でも足りはするね、これギリ足りるわ。よかった、足りなかったらマジでどうしようと思ってさ、始めちゃったはいいけどっていうね。なんかな、濃いんだよなこの辺。まあでもここちょっとまだにじんあれしちゃってんけど、綺麗にはなったかな。ちょっと残ってんな、豚の鼻みたいな、なんか豚の鼻に見えてきたんですけど、あれなんかすげえ太ったハルミンに見えない、これ。もうハルミンって これね。これね、今描いてる途中なんですけど、描いてる途中って言って一生このままなんですけど、全然これこっから進まねえっていう。あるある、わし大体ねそんな感じです。絵描くとなんかその時の気分で描き始めるんだけど、それっきりになっちゃう。結構あるあるなんですけど、あー、やっぱでも赤くなりすぎてるよね確実に。これねちょっと茶色入れようかなって思います。ちょっとこっちの方が赤いんで2回塗っちゃった。あ、やべ、べっしゃーだって。2回塗っちゃったから。でもなんか2周分くらいはあるかこれ。なんだかんだ意外とね、スピランってね残ってんのよ、そのシャンプーとか歯磨き粉みてえに。意外とね数日は使えるみたいなさ、全然なくなってもベポベポ言っても数日使えるんじゃないですか、あれって。そういえばさ、 AMG さんからもらったさ、なんかステインリムーバーみたいな歯磨き粉、今日ね初めて使ってみたんですよ。結構いいやつみたいで、あ、もう終わりだ、さすがにこれ。あ、やべ終わってなかった。そしたらさ、すげえ真っ白になって歯が、驚いたわとか言ってさ、なんていう歯磨き粉だったかわかんなくなっちゃった。言ったはいいけどわかんねえ、なんだったんだろうあれ。すげえ良かった、本当に。あれいいね。変なさ、ザクトだっけ。なんかライオンだかなんだかの、よく売ってるヤニ落としのやつ。あんなのより全然効いたよ。一発で。薬局に売ってる普通のヤニ、落としの歯磨き粉は
すげえ何十回もやんないとダメだよね。私だからたまにさ、あれしてるもん。20分くらいひたすら歯磨いてる時ある。だいたい動画見ながらさ、時間見て、あ、もう20分も歯磨きしてる。さすがに20分歯磨きするとね、もう、なんかもう何やってんだか分かんなくなってくる。あれ？あれ違うかね。スピランの茶色を使うか。これね。これはくっついてるパターンだ。なんかね、開けてる時にね、重いとね、大体くっついてる。ああ、取れねえ。これマジで危ねえからな。これが取れちゃってんだもん。これを、一周さらっと塗って、これはマジで一周くらいの方がいいと思う。まあ、場合によるけどね。もうちょい茶色欲しいなって時は。まあ、もう一周するけど。ちょっと赤すぎるよね。これ。赤すぎんの。これね、持ってるからこの色を。同じ色なのよ。同じ色で、デザインも一緒。ラストが気持ち違うだけで、パッと見なんかもう全く同じ。別にセミスクエアだし、337も。これだから何が違うんだろうっていうね。ただね、剥ぎ心地はちょっと違うかなって。サイズも一緒なんだけど。で、あっちは真っ赤に染めたんですよ。こっちはだからね、純正のね、純正ってこんな色だったんですよ。これちょっと赤茶色っていうの？茶が目立つような感じの。っていうかこのタンの色だよね。ほら、同じような色になったでしょ。こっちよりは、ね、全然違うでしょ。こんだけで。これいい色じゃない？っていうか元に戻ってね。なんかスピランじゃねえ、アセトンやった時のよりもなんか白く見えるんですけど。まあまあまあ、これでいいでしょうと。結局あれだね、30分くらいこんなことやってたんで。なんだかんだね、こうなっちゃうんですよね。まあこっからどうしようかな。意外とこの靴油分足りてない感じもするんだよね、なんとなく。ああ、やばいな、これでもなんかまだ草間弥生感が出てるんだよな。ほら。でも、取れては来たね。最悪だから、もう一回やってもいいし。とりあえず、わしは赤いスピランがないからさ、なんか下手なことができないっていうか、怖い。スピランがないと。まあ、スピランはもう買えないんですけど、まあ、プロ代があればね、それ使ってやってたんですけどね、ちょっとこれだと、あとなんかさ、線傷みたいなのついてんな。思いっきりなんかにガリーってやったよな。なんだろうこれ。ちょっとそこが気になるので、ちょっとここ赤いね。まあ、純正に近づけていこう。さっきよりはでもなんか全体的に発色良くなった感じするんだけど、気のせいかな。そう、これやってるからそう見えてんだけな可能性高いんですけど。じゃあ、デリケートクリームとりあえず塗ります。デリケートクリーム塗って油分補給どうしようかな。ちょっとさ、また濃くなっちゃいそうな気がしてね。デリケートクリームは平気か。いやー、あ、でもいい色になったわ。ちょっと残ってんだよな。いい色になったよ、ほら。そう、私求めてたのこんな感じ。赤茶って感じの。赤じゃないのよ、赤茶。赤は持ってんからいいのよ。同じの、全く同じの2足あってもしょうがねえじゃん。そこまで履くわけじゃないし。ねえ、なんかいっぱい
もう毎日履いてますみたいな靴だったらさ、全く同じの2足あってもいい、3足あってもいいけど、なんかね、スティーブ・ジョブズみたいにさ、真っ黒の服が1週間分ありますみたいな。でもさ、まああの人、そんな服をコーディネートする時間がめんどくせえって言ってさ、真っ黒い服だけをね、持ってたっていう。まあさすがにスーツとかは、ねえ、何にも服興味ない人だって喪服持ってるみたいな、礼服持ってますみたいなさ、そういう感じで持ってたとは思うんですけど、わかんないけど。それともあれなのかな、もうもはや礼服を常に着てるみたいな感じなのかな。そうすればさ、ね、いいよね。で別にあの人作業とかもしないだろうし。でも夏はね、暑いからさ、夏よ、あ、そういうのはあったのかな。でも、衣替えとか面倒くさくないのかな。それはいいのかな。どういう基準なんだろう、その辺って。っていうか、あんたが服選ぶんじゃなくて、そんな金持ちだったら、コーディネーター雇えばいいんじゃねとか。まあ、興味ないからね、コーディネートする必要ないのかもしんないけどね。その本人からしたら。でも飽きない、さすがに。いくら興味なくても。全く興味ないことでもさ、その日常的なものだったらなんか飽きってくると思うんですけど。そもそもさ、スティーブ・ジョブズってほら、LSD を使って、こう拡張してね、自分を。で、いろいろ、なんつうの ?iPhone みたいなのさ、開発したみたいだけど、わし、Apple 社全然詳しくないからよくわかんないんだけど。にしてはさ、真っ黒だよね。あんなの使ってたら絶対カラフルになると思うんですけど、もうビートルズも涙目ってくらいの。っていうか、ビートルズが、それだし。ビートルズがそれだからビートルズみたいになると思うんですよ。絶対。よくなんなかったよなって、そこ。これなんかな、なんか、いい感じなんだけど、ライニングにも塗りたくなってきた。急にライニングに塗りたくなってきた。塗っとくか。まあ別にそんなにこの靴ケアすることないと思うから、今後。まあ、ちょうどいい機会ではあるんですよね、フルメンテの。ほんでまあ、たまに履いてたし、そうなりゃもう、ケアしても全くおかしい靴じゃないんですよ。しかも、前回ケアから随分時間経ってるはずですし。これもいつ買ったんだっけな、去年なんだよな。去年だったと思うんだよな。去年の。なんかね、その動画には上げてるはずなんですけど、全然覚えてね、この靴買った時のこと。うん、いいね。デリケートクリーム塗っても別に反応、変なことにはなんなかった。シミがより濃くなっちゃうみたいな。っていうか、すげえ、しっとりしたね、ほんとに。もう一回塗っとくか。ちょっと浸透早すぎたんで。まあ、要するに、水分が足りてないという風に感じられますから。あと手袋してんからさ、調子乗っちゃうんだよね。手袋はめると調子乗るの。サングラスつけて、オラオラ運転になっちゃう人みたいな。なんか、ジョージ・クレバリーの良さ。私、俺、ジョージ・クレバリーって言ってもさ、クロケットだからさ、ジョージ・クレバリーの良さなのかなって思いつつ、まあ、クロケットも合わせて話すと、まあ、これいつも言ってんけどね、ジョージ・クレバリーは、
の OEM 品は基本的にクロケット製なんですけど、原稿もそうなのかな、なんか原これはね昔多分10年くらい前の、もうちょっと前なのかな、わしまだ2020年で止まっちゃってんからさ、記憶が時間が記憶はあんま止まってないんですけど、喋れてねえし。そう、あのね、ちょっと2020年って考えていくと、まあ10年前でさ、あれこっちライニングやったよね、あ、やってないね、そうだよね、こっちやってないよね、ライニング片っぽやってまた塗ったんだよね、そうだそうだ、そう、あのね、その頃の靴なんですけど、現行品見るとね、そんな、もうちょいシュッとしてるんですよ。しかも、あれね、ロゴも違うしね。これ金枠にさ、なんか G、何これ ?G、J、クレバリー。ちょっと本名知らないからわかんないんですけど、フルネーム。なんですけど、ちなみに原稿はあの GC ってなんかちょっとあんまかっこよくないロゴなんですけど、あのね、ジョージ・クレバリーの本人作、ジョージ・クレバリーさんってね1958年に創業して71年だっけな、なんかそのくらいまでしか靴を作ってなかったんですって。で、それ以降は弟子とかに作らせてて、でもたまにね、全く作ってなかったわけじゃなくて、たまに本人が、こう、顧客、重要な顧客とかにのやつは、本人が作ったりしたんだって。で、その時もね、ロゴの変遷があって、まず最初のロゴが、ジョージ・クレバリー、なんちゃらかんちゃらってだけなんだって。でもノーサンプトンみたいなね、っていうかロンドン、ノーサンプトンじゃないのかなこれ。でちょっとするとなんたらストリート13みたいな、なんかねそういうのが付け足されるの、住所みたいなのが。でその頃のはまあジョージ・クレバリーの中でも60年代とか70年代みたいな、なんかそんなようなねあれらしいよ。全然知らないじゃんそんなの、ジョージ・クレバリー、ジョージ・クレバリー2なんかまず見たことないからさ。なんかねブログに書いてあった誰かの、その人すげえ詳しくてさ、なんでどこでその情報仕入れてきたのみたいな、ちょなんて方かちょっとそこまで見てなかったんだけど、でもジョージ・クレバリービスポークとかで調べるとなんかその人出てくるよ。あ、ロゴ年代か、ジョージ・クレバリーロゴ年代とかで調べると。でもね、逆にこの現行品についてはあんまり詳しく述べられてなくて、誰もいない現行品を詳しく述べてる人。それにさ、メルカリとか見てても弾数少ないしさ、全然人気ないんですよね。なんでだろう。でもね、そのクロケットの中ではそもそもハンドグレードラインの作りなんですよこれ。でもさ、ジョージ・クレバリーのOEM 品ですから、まあそれなりの作りをしてるわけなんですよ、クロケット製といえど。てかクロケット製イコールダメみたいなわけじゃないんですけど、てかバーシュのシューツリー入れんとすげえかっこよくなるんだけど、この前も山陽山町のシューヤ入れてこんな感じでかっこよかったんですけど、なんでこれ入れんとかっこいいんだ、シューツリーがかっこいいんだな、角張っててね、いいよこれ。どうしようかな、シュートニックでさ、シュートニック入れればにじんでさ、油染みがより薄くなるってこと ありそうな気がする。それにかけよう、それにかけます。今思ったけど紐外せばよかったここまでやだったら紐外せばよかった。
ライニングはいいかな、別に。ちょっと慎重にやるか。いやーでもな、今シューツリー入れるのも良くなかったな。なんで今入れたんだろう。そうだから、ハンドグレードラインで作ってる上に、OEM 品だからクロケットも力を入れてると。となると、すげえ質がいいハンドグレードライン。まあ要するにハンドグレードラインの上のモデルと考えてね、クロケットで考えちゃえば、まあそういうね感覚で、さらに上と言われてるのが、エドワード・マイヤー、ドイツのね、1596年だっけな、創業の、現存する最古のシューメーカーと呼ばれているエドワード・マイヤーの OEM 品、あれがクロケットので作ってんだけど、それがね、まあとにかくクロケットの中じゃ一番いいとされてますね。なんかいろいろエドワード・マイヤーから技術をね提供してもらったかなんだかで、結構恩があるみたいで、どうも。それでね、エドワード・マイヤー製は特に力を入れてるっていう話でした。なんか全体濃くなったから、すっげー良くなったすげー良くなったんですけど、皆さんこれ、この革質見てどう思います？すげー良くなったと思いません？私これ結構感動してるんだけど。で、あとさ、濃くなってた部分、あれがちゃんと、まあ、乾いてくれればいいんですけど、多分ね、乾かない油なんですよ、あれ。そんなに。乾性油って言っても、何その、要素だかなんだかが少ない油なんじゃないかなと。多ければね、乾きやすいんですけど。要素だっけ？要素か？なんだ、よくわかんないんですけど。多分ね、そんなに、乾きが良くないと思うので、この多少完成油チックなシュートニックを入れることで、見てこの差でさ、このシミの部分とこの色を見比べてみると、ほらあんま変わんなくねって。だからこの色にしちゃえばいいんじゃねっていう。でクロケットじゃねえシュートニックは乾けば元に戻るはずなんです、色が。だからこれでいけるんじゃないかなという。でね、元に戻っちゃったらまたシミ出ちゃうんじゃないのって思うかもしんないけど、これは私油絵でまあ得た知識ですけど、油絵ってさ、油絵の具っていろいろこう油がすでに入ってる状態なわけですよね。そこにいろんな何かしらのテレピンだとか入れることで、より乾いてくれる、乾きが早くなる、まあ、そういう仕組みなんですよ。だから混ぜれば乾くんですよね、油同士だから。どの比率を多くするかみたいなね、そういうことなんですけど、これさ、このシュートニックの比率多くしちゃえば普通に乾燥してくれんじゃねえかなっていう。ただ最初からやんなかった理由としては、少しでもその油を落としたかった。嫌じゃないですか、いくら乾くといってもずっとそこに残ってんの。で、この線傷をどうにかしたいんですけど。あったあった。これさ、あれ線、どれ見えるかな。見えないな。どれだ。なんかこの辺にあんだけど、これじゃなくて、あ、これだ。
これ見え、あ、ほら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 、あったあったあった。なんかガガガガガガってなってるでしょ。これを消したいんですけど、これで消えるかな。あ、なんかいい感じに伸びてきた。あー、なんかね、もう表面がね、めくれる寸前みたいな状態で、ビヨビヨしちゃってる。これはなー、これ触れない、あんまり触れない方がいい気がするんだけど、まあちょっとこういう感じ、まあまあだいぶでも消えました。ほらほら、ここにあるよね、カッサ棒でだいぶ消えました。まあコード盤持ってない人でもあると便利です、カッサ棒。私は持ってますけどね急なマウント取り始める、コード盤マウント。っていうか私も、ね、持ってないとね、コード盤磨きができないから、あの依頼とかできた。この前のオールデンはすごい時間かかったんですけど、でもあれ仕上がった時は結構いいなって思ったよ。わしオールデンのね、良さがね、まあ昔 AMG さんの2145磨いた時いいなって思ったけど、でもまあ単純にセミブローグだったからね、好みなんですよ。それいいなって思うのはあんまりおかしくないっていうか、それ好みだからでしょって話で、それ全く興味のないローファーにさ、あんなにいいなって思う、しかもそれがオールデンっていうね、それがさ不思議だった。でもオールデンのローファーっていうわけじゃなくて、一般的なあれね、 OEM 品なんだよね。 OEM っていうかブルックスブラザーズ名義なんですよ。だからちょっと違うんだよね。シューツリー入れたんですけど、もう油分補給までするとなるとファンもやりたいからさ。あーでもシューツリー入れといてよかったわ。なんか ブニャブニャって感じだったから綺麗になった。ほらすげえ綺麗になった。本当に新品状態の張りがあるね。いいじゃんこれ、すげえいいよ。やっぱジョージクレバリ好きだよ本当に。でもなんかこれ2日じゃか、あ3日じゃ乾かなそうまあもうここまでやったからライニングにも塗っちゃいますよ。でもこれ絶対皮ね、そんなに厚くないから絶対大量に塗っちゃダメ。これもう塗り広げるくらいの勢いでうっすらと。これちなみにフルソックです、インソックは。すごいよね、ジョージ。だからあれだよ、普通のクロケットのハンドもフルソックだけど、もう見た目的にはね、本当にそういう意味合いではまあクロケット製だよねっていう。たださ、ライニングのこの文字はなんかちょっとエドワードグリーンとかみたいな地味な感じ、あんまり字が上手くない、あんまり上手くない感じのまあ読みやすいっちゃ読みやすいから。達筆すぎて読めないさ、ニトシチャージとかさ、ああいうのは困るけど、日本人でもいますよね、達筆すぎてよくわかんない人。まあなあ、私もさ習字とか習ってたわけじゃないからさ、あのね、一文字は一文字二文字ぐらいだったらそんなにね汚くないと思うんですよ字的には。なんだけど並ぶとありがとうございましたとか書くと
ガタガタになっちゃうんだよね。まっすぐ描けないんですけど、あれどうすればいいの、すげえ気になる。なんか文字の大きさとかもさ、あんまうまくつかめてなくてさ、一文字一文字が孤立しちゃってんだよね。あれはやるよ、漢字は大きく、ひらがなはちっちゃくみたいなさ、ああいう手法は別に知ってんだけど、なんかなぁ、それ習字習ってなかったからさ、字的にはね、独特だと思う。結構独特な字してると思う。私も習い事全然やんなかったからな、超嫌がった、マジで嫌がった、本当に。周りのさ、友達とかがさ、その習い事行くとかさ、よくあったけど、よく行くなって思った。え、家でゴロゴロしたくねーみたいな。なんでっていうさ。いや別にいいんだけど。と否定してるわけないんだけど、なんであんなみんなあれしてたの。習い事ってさ、まあ好きでやってんのは本当にいいと思うんですけど、好きでもなくやらされてる人も結構いたし、すげえ厳しい家の人とかさ、もうほぼほぼ、なんつ、何、もうほぼ毎日習い事行ってますみたいな、ああいうのはもう親の自己満だよね、あれ、あそこまで行っちゃうと。え、どうなのって思うけど、でも好きでやってんだったらいいと思うんですよ。好きでギターやってます、ピアノやってます。ピアノはあんま好きでやってる人いなそうだな。ちょっとこう意識高いとバイオリンとかね。バレエとか。でバレエはすごいいいっていうね、姿勢が良くなったりするから。剣道とかね、あとよく空手やってるやつとかさ、結構いたけど、なんかすぐ技かわしてくんじゃん。ただたださ、ダベってん時にさ、いきなりシュシュシュみたいな、なんか、なんなの？別に求めてねえからその動きっていうさ。いいよ、その護身用でやる、護身用として習ってます。全然攻めようともしてない時にその技繰り出されたら、もうお前それただの暴力だぜっていうね。なんかすぐさ格好つけなんだかわかんないけどさ、やるやついたよなって思って、なんかヌルヌルだな。なんかすげえヌルヌルなんだけど。いや、っていうのも、ちょっと油まみれになってしまったんですよ。で、やべえってなって、それ飛び散ってね、急に。何があったとかもう詳細は言いません。ちょっと気になる人もいると思うんですけど、ここまで言うと、わしはちょっと聞きたいもん、これ言われたら。なんで油まみれになったのみたいな。でも言いません。嫌なやつでしょ。そんでさ、油まみれになっちゃったんで、それで飛び散っちゃったんですけど、その時についでにね、床にもベチャーってなっちゃって、こういうことになるよね。でこれほら、完成油入ってんかな、これも、アマニ油が、だから多少強くなんかなって思って今塗ったんだけど、でオーバーではあるんですよ、油分過多に近づいてる感じはね。でもこれで固まれば、油分たっぷりカッチカチっていうね、最高の状況になれるって考えたらすごいいいかなと思って、全然なんなかったりしてね、むしろ悪化したりする可能性もあるんですけど、まあ今回はこんな感じかな。油分補給と、シミ落としと油分補給っていう。
あ、でもね、にじんでくれたかな、思惑通りではあるかも。ほら、あのハルミンもなんとなくもう見えなくなったし、結構綺麗には、あんまり追って落としたわけじゃないんですけど、結構綺麗にはなってる。よかった。こんだけ綺麗になれば全然もういいんですけど、ちょっとここは濃いんですけど、まだここついたんのかな、なんだろうこれ。こっちにはついてきてないと思うんだよな。よしさ、この靴履いてん時にその油飛んできた時、ここから飛んできたとすんじゃん。うわーってやったんですよ。そしたら この内側がついちゃって、ついでにここにもついちゃってるっていう、こんな感じだったのかな。だからここじゃあこれだとすると、こういう感じだったのかな、かもしんないね。まあいいや、とりあえず手釣り入れて終わらせるか。デリケートクリーム塗った直後だからね、あんま手釣り入れたくないんだけど、カビるからさ、デリケートクリームすぐ、特にこの時期あんまり嫌だなって。あ、線傷みたいなのほぼほぼ消えたわ。そういえばちょっとあるけど気になんない程度、よかった。カッサ防効果と油分補給効果でほぼほぼ問題ない。いや、よかったね、そんなに大問題になるような怪我じゃなくて。もういいじゃん、ハンドポリッシュでちょっと光るっていう、いいね、光らせておくか。まあそうだからね、ジョージ・クレバリーは全然気にしてないって人結構多いと思うんですよ。ジョージ・クレバリーをがスコ・トーマンになってましたみたいな、名前は知ってるけど、そもそもね、現行品がさ、すげえ高いじゃないですか。あ、今でさ、ジョージ・クレバリーそんな高くない、アンソニーが高いのか。アンソニー・クレバリーはね、ジョージ・クレバリーのいとこだからなんだかね、なんか仲悪かったらしいんだけど、今はグループのね、あれになってますよね。そういう、なんか同じグループ内。もういいツヤじゃん、ハンドポリッシュ。ほら、マジでいい。なんかさ、もうこれでもいいって人絶対多いと思うんですけど、お前それ以上磨くなやって。わし、さっきさ YouTube で日本昔話見てたんですけど昔あれの真似よくしたなーって思って、なんか声のあ、いい感じで光ってきた、光ってきましたいいじゃない。じゃあこんなもんでいいかな。うん、どうでしょうか、いい感じになっちゃったじゃない。ちょっともうここまで来たらコバも削りたかったなとか思っちゃうんだけど、そこまではもういいや、さすがにね。っていうかコバもちょっと油分あるんだよな、これな、厄介だなこれ。うわー、ベタベタしちゃってるもんな、これ光んないよなコバ多分。まあまあ最悪こういうのもあるし、いいでしょう。まあ、ということでね、今回は以上です。で、ジョージ・グレバリー気になるって人すごいいい靴なんで、ぜひ探してみてください。まあ次回は磨きです。ということで以上っす。それでは。